はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく3時になろうとしていますね。3月は6日ですね、ウェンズデーでございまして、お昼にビール系飲料4缶いただきまして、ふわっとしてますけど、今日始まるのが遅かったんでね、お昼ご飯を食べ始めたのが1時過ぎで、食べ終わってですね、ふわっとしてるうちにあっという間に僕今の時間ですね、もうすぐ3時でございまして、全くのですね、だれた親父でございます。日経平均を見ますとですね、プラス 10.27 まで回復しましたね。4万と飛び飛び飛び3円というところに来てまして、今日はちょっとだれた感じですね。ドル円 149.92 とですね、150を切った形でございまして、注目ビットコインがですね、ちょっと戻しましたね。988万円です、日本円で。原油ゲップが出ました。 78.41 ですね。金先物高いやん、2133ねえ、ほんまに。金が高くなるというのはですね、ドルが安くなるということですね。世の中はちょっと不安定になるということですね。はい。ドルウォン、すごいですよ。ドルウォンはですね、動きがあって面白いですね、ドル円と違って。1333でございまして、そうでっかという感じですね。近々ウォンはドンと下がりそうな予感がしますけど、さて、久しぶりでございますね。京都話でもしようかなと、なんかでふと思い出したんですよね。あれです、舞妓さんのですね、3つのこうワード、京都はですね、花街がまだいくつあるんでしょうね、3つか4つあるんですけど、皆さんよくご存知なのは祇園でございまして、祇園には舞妓さんという、何なんでしょうね、あれはいわゆる芸妓さんのより若いというのが舞妓さんでしてですね、芸妓と舞妓のね、区別というのはですね、どこでつけるかと言いますと、分かりやすいのは後ろのですね、帯の後ろですね、こう背中のところですね。舞妓さんはだらんとこう長いのを垂らしていらっしゃいます。だんだりって言うのかな、なんか言い方があるんですけど、なんかもうしょうもない話です。だらんとしてるのは舞妓さんでしてですね、芸妓さんはキリッとこうここでまとまってるわけですね、背中のところで。舞妓さんはとろーんとこう降りてると。あと髪型とかも多少は違うんですけどもですね、そういう区別があって、昔風に言いますと、水揚げ前が舞妓さんで、水揚げ後が芸妓さんということらしいんですけども、よう知りません、私は。私、お座敷なんか上がったことありませんし、あんなね、そのね、こう、めんどくさいルールがいっぱいあるわけですよ、お座敷上がるためには。気持ちよくお酒飲むのにね、変なルール、これあんたそれは言うたらあかんことやとかね、言われるの嫌やん。でしかも、それなりのお金も払うわけでしてですね、でやれその誰々の紹介やとかね、一見さん無理ですからね、必要なんで、でその皆さん何を誤解してるのか知りませんけども、芸妓さんや舞妓さんってね、化粧が分厚いでしょ、素顔がわからないんですよね。でも素顔でこの人はべっぴんさんやみたいな人ってあんまりいませんよ。あんまりいませんよ。そうですね、国会議員はね、なんたら手帳みたいなのがあってですね、選挙があると新たに発行されて、この議員はどこどこ出身でどうのこうのっていうのはあれがありましたね。実は下流会にもあるんですね、京都ので。見せてもらったことあるんですけど、一人一人の写真が載ってましてですね、差し支えないことが書いてあるんですけど、どこのですね、置き屋さんにいらっしゃるとかですね、そういうことが書いてあります。綺麗な人いませんよ。僕が見たのは10年ぐらい前ですから、いや、もうちょっと手前か、7、8年前ですから、今は知りませんけどね。ふーんっていう感じで、そんなん綺麗な人がね、行さんいるって言うたらね、私の経験上ではね、それはテレビ局ですよ。テレビ局には綺麗な人がいっぱいいます。テレビに映る方ですけどね、だってテレビに映る方で、の女性の場合はですね、その美名美しきというのが一つの基準でしょう。
女性の場合はね特にね。で、いやびっくりしますよ、あの世界に行くと、うわみんな綺麗やんって言って。でもあの芸妓舞妓の世界っていうのはどうでしょうね、あのお化粧してるとよう分かりませんけどね。ですね、皆さん、テレビや映画ですね、映画というか、まあ、最近家でテレビを見る方多いと思うんです。テレビというか、まあ、いえ、テレビというか放送ではなくってですね、いろんなもので、映画等を見るのが多いと思いますけど、代表作マイコアレディとありますよね。で、マイコハンチのまかないさんというフレ、なんていうかな、あれはユーネクストちゃうわ、ありましたね、見ましたけど、両方ともですね、あのそれぞれによくできていてですね、あの面白いなという気はしましたね。あのマイコアレディなんては、うん、でね、あの僕は京都生まれ京都育ちであって、実は京都もね、あの地域によって微妙に言葉ちゃうんですよ。で、私が生まれ育ったのは左京区のですね、浄土寺というところなんですけども、あの京都大学の周辺エリアでして、ちょっとだけ外れなんですね、あのまあ中心から言うと、ちょっとって2キロぐらいですかね2キロもないかな、まあ、まあでも一応ね、一応大きくは京都人という国に入れるんですね。で、あのそのネイティブの耳があるわけですけども、いや、よう頑張ってはりますよ皆さん、やっぱし京都弁ということで、ですね、よう頑張ってはってですね、いやいやもうあの遜色ないやんという人もいればですね、お前はなみたいな人もいるけど、やっぱりしゃあないやん、そんな方言って言いたくないですけど、ね、京都人はね、俺らが標準の日本語喋ってんねんって、お前らが黙ってるんやで、言いたいのが京都人なんですけど、まあそれは置いといてですね、まあ頑張ってありますよね皆さんね。松坂慶子さんなんかね、上手ですね、あのマイコハンチのなんたらって、あの人は確か京都ではないと思うんですけども、上手に喋られますね。まあそれはいいんですけど、あの舞妓さんのですね、3つのですね言葉がございます。大きに、すんません、大田の申しますと、この3つ覚えておいたら大体 OK やということらしいです。これはね、芸妓さんがやってはるですね、飲み屋がありましてですね、あの飲み屋ってか、飲み屋で怒られん、バーですね上品に行かなあかんね、そこはほんまに。でそこはもちろん一元さん入れんのですけど、まあ、僕は京都人ですから、あの、まあ、あれですね学校時代の友人とかいますんで、ふーっと言って何回か寄せてもらったんですけど、そこのですねお姉さん、どうでしょう、僕らより10個ぐらい下ぐらいの方ですかね、お姉さん、あの割とその世界では有名な人、やったはる飲み屋さんに、飲み屋さん言うたらあかんね、なんて言うんやろあれはバーかなにですね、こういう入れあの飲ませてもらった時にですね、あのその人にこのね3つだけ覚えてたら大丈夫なんですとかって言われたのが、やっぱりこれなんですね、大きにすんません、お頼申しますって。これせやけどね、よう聞いたら含蓄のある3ワードですね。大きにっていうのは、まあご存じの通りサンキューですね、ありがとうございます、すんませんって、まあ分かりますよね、お頼申しますも分かりますよね。標準語で言いますと、ありがとう、ごめんなさい、お願いいたしますっていうことになりますね。ただね、これ京都弁でね、女性に言われるとね、ふんふん、はい、わかりましたなるんですよなるんですよ。まあ魔法の言葉ですね。あの標準語でね、ありがとうございますって言われると別に嬉しくないでしょ。それがですね、舞妓さんみたいな方にして、おきになんさんって言われたら、はーいってなるんですよ。すんまへんって、すんません、すんまへん、すんまへん、すんませんかな。ちょっとあれですけどね、お頼申しますって言われたら、あ、やらなあかんねんってなるんですよ。いやー、わかりやすいですね。あの、舞妓さんやね、あの芸妓さんといってもね、大体元は普通の人ですからね、それがあの世界にこう染まっていったんだろうと僕は想像するんですけども、そんなだからね、そのコミュニケーション能力というのは、いわゆる、まあ、かなり会話の力ですね、そんなに上手になるわけではないと思うんですよ。それは慣れてきたら上手になりますけども、元の瞬発力ですからね、それはね、いろんなことを経験したりとかですね、まあいやらしい言い方すると IQ の力ですからね、会話力というのは、
でもどんな人でもですね、この3つを覚えておけばですね、大体なんとかなるという、これね、僕が聞いてもね、眼畜会だと思いますよ。この3つでなんとかなりますねんと言われたら、ああせやろうな、きっとせやろうなと。そのね、どう言いましょうかね、舞妓さんや芸妓さんの装束を着ていない、ね、人に、言われたらですね、ちょっと神通力がですね、3割減ぐらいでしょうけども、あの姿格好でですね、あのきちんと所作を整えてですね、お座敷に座ってですね、そう言われてしまったら、はーいってなるんでしょうね。まあそういうたわいもない話でございました。マイクはレディーとですね、マイクハンツのまかないさんっていう、あれネットフリックスか。結構面白いですよ。両方ともお勧めいたします。はい。ということで、これはですね、マイコアレディ、映画 .com というところのマイコアレディのアドレスを一応貼っておきますね。そんなことが書いてあります。はい、皆さんどうもありがとうございました。